ですね、事件です。事件、皆さんもうお分かりでしょうけど、この飛び散った羽ね、この飛び散ったこの白い羽、事件。昨夜未明にですね、いや今日の朝方ですね、本日のね土曜日朝方にですね、でカラスがギャーギャー鳴いて、なんか変な鳴き方してたんだよな、鳥が変な鳴き方してて、いやでも弁当作ってたからまあまあよくあることだろうなって思って、で弁当が終わってパッと向こうを見たらですね、自分の部屋から、まあ、2階からですね見たら、ここに2羽いたんですよ、白いのが。あれなんでだろうな、昨日閉めたんだけどなちゃんと、まあ、昨日閉めたんです、まあ話し合いしてるもんですけどね、まあ、話し合いしてるからまあこうみんな勝手に入るから夜は。でちゃんとみんなほらこう羽、ここにも羽ですね、ねえここにも羽、カラスびっくりした、ね、でここにも羽ですよ。今日大変だったね、大丈夫だった？もう鉄壁のガードね、オスでメスを囲う鉄壁のガード、これ鶏の陣でございますけどね。まあ昨日ちゃんと閉めたんです、ここもうちゃんと覚えてんので、鍵もカチャってかけたんです、ここカチャってねかけるんです。そしてでですよ、で僕はいつもですねこれをこういつもこうなってるもんだから、閉じてると勝手に入れないもんでね、出入りができないもんで、ここをこうやって外してるわけですよ。でこうやってこうやって閉めるとカチャッとね閉めるわけです。で今日どうなってたかっていうと、こうなちょっと開いてたんです、こうちょっと開いてたの、こんな感じね。でもし閉め忘れてんならブロックがこっちに挟まってるはずなんです、いつもこうやってるから。でもこの状態で開いてたってことは一回ブロック受けて閉めてるんですね。でやられたと1羽ね、藻に服しておりますね。ここ被害現場ですから、ここね被害現場ね、藻に服しております、被害現場で。確実に閉めたのになぜやられたかというと、これ僕の予想ですよ、あいつ開けた、狐の野郎がここおそらくガチャガチャガチャってやったんでしょうね。ほら引っかいた跡あるもん、ほら引っかいた跡あるもん、これ引っかいてるでしょ、これほらガリ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 やってる間に、こう手でガチャガチャやってる間に上でカチャってなったでしょうね。こう 上にこう閉める開けるんですから、こうガリガリってやってカチャって開いたんでしょうね。だからこれ見て、これこれ証拠、ガッチリ証拠、これ現場検証の結果にガッチリ証拠見つけました。これ引っかいてる、かなり縦にこの子、これくそー開いたな、あいつ開けやがった、くそよくお前ら生き残ったな。そうか、これやった後にこれやんなきゃダメなんだな。これなら鍵はもし開いたとしてもこれでまあ開くことがガードできるよね。あいつ今日も来るな、きっと。なんかねあれですよ、なんか近所のおじさんが狐が鶏を加えて橋を渡ってたというね。狐が鶏を加えて橋を渡ってたと、っていうご報告が入って、いや
お宅の鶏じゃないですか？てか、お宅だけじゃないですか？鶏飼ってるのって言われて、そうです。本日やられましたと。本日一話やられましたというね。もう自分、くっそ、開けやがった。ねえ、皆さん、ねえ、狐を開けるぞ。狐開けるぞ、これ。だ、ねえ。これ中でやってんだもん、ほら。中でね、中ですごい、羽飛び散ってるもん、ほら、中でも。うん。いや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 。やられたねー。いや、そうか、石置かなきゃダメか。向かったわー、見てる。うん。まあでも卵産まなくなってきたからな、もうな。背景クラスだからね。うん、一旦、まあやられても、まあ、そんなに怒りはしないです。今年中にあいつら全部食べちゃおっかなよ。ね、冬めんどくさいですからね。冬卵産まないしね。なんか雪を寄せて、こう、通うのもなんかめんどくさいもんでね。まあ、食べちゃおうかな。どうしようかな。食べるのもめんどくせえな。